って見えませんが、これまた道反対側です。道反対側に立てかけてあった看板がまた向こうに飛んだんです。だからさっき言ったように人が歩いてれば全部ことごとくやられるし、車だってこの飛ばされた椅子なんかでみんな引っ掛けられて交通事故を起こしますよ。だからね、私たちが怒ってるのは、あなたが A 側から聞いておりませんと、地位協定上聞く立場にもありませんなんて言うから、基地の提供者としてね、こういう事態が起きているのに誠心誠意現場を調査しようともしない、米側から問いただして住民が言ってる被害がどうだったかを検証しようともしない、その場で逃げ隠れしようとしている。これね、国会の先生方も県議会の先生方もね、一様に憤りますよね。怒ってる。だから正式にね、これ通常訓練だって言ったら、通常訓練で本当にこうなるんですかというのが一つ。そうじゃなくてホーバーリングもしてないってんだったら、まあ、やってみようと、やってみるの分かりますよ。これ通常のことこうならないんだから、一つありますね。通常の訓練そうならない。もう一つは、通常の訓練だと言い張るならもっと危ない。通常の訓練毎日ことが起きることがあるから、ね、これはね、やっぱりもう少し誠意を示して回答しませんとね、収まらんですよ。局長としてはどうされるんですか。まあ、お願いします。写真をちょっと今見せていただきましたけど、まあ、こういうことを言うのは恐縮だと思いますけど、私も、まあ、タイミングが遅れたことはですね、現場に行くのが遅れたことはこの前もお申し上げましたけど、恐縮ですが、その時には写真とかですね、そういった説明をいただくことができなかったというふうに聞いておりますので、改めてですね、そこは伺いたいというふうに思います。ちょっと聞いてたんですけれども、本当に椅子がね、40メーター飛ばされようと、こういうことが起ころうと、アメリカの軍人にはもう古いなということがね、私たちひしひしと感じます。で、高井区の住民説明会で皆さんは高井区にはご負担を願うとおっしゃいました。これがその負担という意味ですか。これが通常訓練というなら、これはたびたび起こるよという話ですよね。これが高井区に対するご負担願いますという意味でしょうか。そして今からオスプレイが順に、ね、配備されると聞いてます。私たちは爆音で墜落の危険、そして爆風からどうやって身を守って生活すればいいんですか。県の方に、ご負担をお願いしますというふうな表現で、ご説明したことはないと思います。あるよ、証拠残ってますよ。聞きました。ちょっと私 住民の説明会2月あったんですけども、ましたよ。説明 の, そ, のちょっとそこは私ども分かりました。それはちょっとチェックさせてください、うん、はい、よろしくお願いします。はい、どうするの今のお話の後半ですよ、局長。そういう生活をどうするんですか。この点についてはですね、この前高井区から東村を通じてですけれど、高井区の方からもご要望いただいております。その標識灯をつけることを、つけるようにしようかな、つけることを検討しようか、そのどちらかだと思いますが、例えばそういったことを含めですね、そういった飛行に関する、その対策といいましょうか、そういったものを求められておりますので、それにつきましてはですね、その時点での回答ということでございますが、そこは私どもとしてよく検討し、できる限り実行させていただくということで、はい、対策を取るということで、回答をさせていただいて、米軍に何も言えないというのは、私たち全然安心できないんですけれども。米軍との関係であればですね、まあ、先ほど申し上げたような基本的なルール、日米間のルールでございますが、そういったものは、遵守させるようにですね、あとはきめ細かくですね、別ごとに、その申し入れと行っていく必要があるんだろうと思います。今申し入れするときじゃないですか。先ほど申し上げたようにですね、この事案に関しましてはですね、恐縮ですが、私どもとしては、そこは私どもの能力の限界だというふうに、厳しくご指摘いただくのかもしれませんが、今までのところで、事実関係につきましてはですね、何が限界よ。どうぞ、はい、食い違いの状況にございますので、そういう状況の下でですね、できることということであればですね、そういうことを
そういった基本的なその、まあ、公共の安全という難しい言葉を使っておりますが、要はその周辺のですね、地域の方々に影響を与えてはいけないという基本的なルール、それをですね、要するにもう一度その肝に銘じてもらうということを、そのために必要な措置ということをしたすべきなのかなというふうに私は考えています。はい、申し入れ、今は申し入れたい。はい、局長がやるということは、アセスの内容を全部否定するということですね。皆さんの言ってるアセスの内容を全部否定して、その日常的に通常訓練の中で、さっき言った生命の危険、そういう被害があるという事実があるんですよ。だからそういう面では皆さんが出している、工事の前提そのものがね、局長自らが否定していることなんじゃないですか。要するにそういうその騒音とかその他影響ないと、ね、そういう形で安全にも配慮されるんだと言ってるのが、実際上今のお話の中では皆さんがやってるそのアセスのその前提を含めてね、全然それが成り立たないということを局長自ら認めてるんじゃないですか。だからそういう面ではやはり速やかにその皆さんのこのアセスの手続きの中身でも言ってるような住民のね、被害を起こさないということが起こってるわけだから、これは直ちにね、工事をね、中止すべきですよ。今日繰り返しで恐縮ですけど、先ほど申し上げたように、この事案に関しましてはですね、私どもとして通常訓練なんですか。通常訓練とその被害との被害の詳細の関係とかですね、その通常訓練とその被害との因果関係でのことの詳細をまだ私どもとして把握できているという立場ではおりません。それ大麻で、だからそれがあるものですから、先ほどそういう段階でですね、そういう状況の中でできることをはこういうことだろうということを今申し上げます。田辺さん、事実関係を把握してないと言いますがね、あれから何日経ってます、何日経ってるんですか。23日から皆さんね、事実関係をまだ把握してないというか、仕事の人たちは身の危険を感じてこういうふうに高いから来るんですよ。皆さんね、私が問題なのはね、私たちの努力を、事実関係を把握するために努力したいが難しいと。本当に努力してるんですか。今山内先生からいくつか言われましたよ。ね、その部隊名とか機種とか、それに乗っていた人たちは明らかにできないのかと。どうしてそれができないんですか。秘密裏にしてね、私はやっぱり皆さん事実関係が、それに対して皆さんは疑問を持ってるわけですよ、把握してないから。だから出発点が違うんです。2つの違いがある。どこにあるかというと、実際そういうことが起こったかどうか疑問だよというところから皆さんが立ってるわけです。私たちは、いや起こってるよ、それを起こしたのは誰がいつやったんですかと言ってる。そこの出発点が違う。もう一つ違うのはどこにあるかというと、皆さんはアメリカ側に立ってる。私たちは住民、県民の立場で生命財産を守る上からやってるが、皆さんはアメリカの言う通りのメッセンジャーでしょ。一体皆さんは私たちの税金で賄われてるんですよ。なら皆さんはね、私たちの命や財産を守るためにどうしたらいいのかというところが欠落してる。この2点の違いがあるから全然噛み合わないんですよ。だから事実かどうかをまず確認するのが先です。そのためにはね、皆さんはそれを、私から見ると意図的に今までの事件からしても、読谷にしても、金威芸のことにしてもね、長引かせてうやむやにされてしまってる。迅速な対応をしようとしない。なんで対応しようとしないかというと、それは我々県民の生命や財産を守ろうとする立場にないからなんですよ。その立場にあるなら迅速に行動しますよ。だからそういう意味ではね、真鍋さんね、一体事実を確認するために具体的にどうするのか、いつまでにその事実関係を明らかにするのか、そこら辺りを僕は詰めてもらいたいですよ。どういうふうにするのか。まず事実関係が、皆さんは疑問を持ってる、私たちは実際あるんだよと写真も提示してやってるのに、皆さんはそれに対しても疑問を持ってる。じゃあその事実確認をするためにはいつまでにどういうことをするんですか。皆さんは、山地先生はその事実確認をするためにね、部隊名、機種とか搭乗者を確認できれば自分たちでやりますよと言ってるが、皆さんこれも秘密、これも明らかにできないと言ってる。
じゃあ皆さんはどういうふうに事実確認をいつまでにするか、それを話してくれませんか。事実確認についてはその事案が発生して以降です。事案が発生して以降、米側には先ほど申し上げて紹介してきましたし、それに対して、まあ、最初の回答、それからそれに対する私どものさらに追加的な質問というようなやり取りをですね、ちょっと詳細は相手との関係あるので申し上げられませんが、そういうことを続けてまいりました。ちょっとその結果は先ほどご報告したのはその結果でございます。局長、先ほどからその機種やそれから部隊名公表できないというのは根拠はどこにあるんですか。例えば地位協定の問題いろいろありますけれども、根拠と申しますと、それが要するにその米側からのですね、回答が今までのところ私どもそれ聞いてるんですけど、当然その点についても今機種とかですね、部隊名といったことについて当然私どもも求めておりません。今までのところそういった回答が来ておるということでございます。12月28日、23日に発生して、その後ですね、防衛局としてはどなたに具体的にどういう状況でいつ聞いたと、それから何回聞いたと、そういう記録はありますか。私どもそれについては何度かというふうに複数回と申し上げてきました。いや、何度かじゃなくて、どなたに具体的に聞かれたとか。それはまた相手との関係ありますので、そこは直ちにですね、こんな腐れ防衛局、相手との関係、地元の住民との関係はないのか。立ってるの、ね、相手というけど、こっちを通したでしょうが、最大のアメリカを防衛するのか、というようなことをですね、それはやはり相手との身体関係は一定のものを持ってやってるわけです。県民との信頼関係はない、できるか、そんなものが。県民との信頼関係はない。どうして別に信頼関係はないのよ。ないよ。信頼関係があったらもっとうまくやるでしょ。わかったとの関係でも基本的にはそういうことだと思いますけど、もうみんな言ってるんでね、簡潔に聞きます。どうされるということですか。はい、事実関係に齟齬がありました、主張の違いがあります、私どもとしてはどうされるんですか。答えてください。先ほど申し上げたところとの繰り返しになりますけれど、はい、こういった日米間のですね、基本的な使用使用するルールがございますので、こういったものに対してですね、はい、それは遵守についてですね、当然のことではございますけど、その確認を求めたいなというふうに。いつまでに、どういつまでに今おっしゃる確認を、その時間はかけるつもりはございますが、今現在その何月何日ということはまだ決めておりません。いや、おかしいですよ。12月23日に発生したことがですね、今まで先ほどから皆さん住民の方々からもずっと言ってますけれども、本当にその負担をかけている現実が今実際にあるわけで、でどなたに交渉してお気になったかも公表できない、機種も部隊も何度やったのか、皆さんの誠意というのはじゃあどこで私たちは判断すればいいんですか。ただ投げかけて回答が来ないからずっと待ちの姿勢なんですか。そういうことではございません。ですから公表してくださいておりますが、その詳細につきましては先ほど申し上げた点がございますので、その了解が取れればですね、それはお示しすることが可能になるかと思います。了解取ってよ、了解。了解しました。これ簡単でしょう。まあ、簡単か、週ぐらい、いや、どの部隊ぐらい発表できんでね、それはこれが防衛局のそのと言えますか。もうこ私の質問、ちょっと次長、事務的な話ですからね、その北部訓練場におけるヘリパッドの、ヘリコプターの訓練の通知はこっちに来るでしょ、来ますよね。それはペーパー1枚やそんなもんでしょう。それはどこが出したのと聞いておるんだ。キャンプハンセンなのか、キャンプショアブなのか、キャンプ・キンザーなのか、四軍調整官付けのあたりなのかと聞いておるんですよ。それは、次長知ってるでしょ。